皆さん、金曜、最近、マジでいじめで自殺とか、そのようなニュースが本当に多いです。目立つところで言うと、旭川のが目立つかもしれないけど、それ以外にもたくさんあるんですよね。まあ、僕はそういうのなんかよく検索して動画にしてるから、Google が勝手に探してきてくれて、それ系のニュースがバンバン入ってきて、やでも見ちゃうんですよね。で、もう異常だよねって思うんだよね。こんだけさ、食うに困んない日本でさ、先進国で、ここまでさ、文明が発達してんのに、なんか僕らの心がなんか発達してないっていうかね、なんか精神が発達してないのかな、比例してないのかな。で、文明だけが発達して、結果こうなってるわけじゃないですか。まあ、一つにはSNS が大きいと思うんだよね。その学校のいじめで、SNS が入ってきちゃうと、もう収拾つかないだろうねって思うんだよね。本当にその逸脱のニュースが多いんですよね。で、まあ、ニュースになっているだけで数えられるけど、別に自殺はまだいかないにしても、いじめられて、すごい心に傷を負ったまま大人になって、歪んだままとか、ふさぎ込んだままとか、それこそね、なんか PTSD とか、なんか自閉症的なこととか、そこでもうざっくり刻まれた傷を、抱えたまま大人になって一生置いていくみたいな人も結構いると思うんですよね。まあ悲しいことに。まあそれに対して、まあすげえ真面目に考えたことがあるんですよ。まあ、繰り返しないかもしれないんですけど、まあ、子供の頃にの火傷とか、物理的にこうやって怪我した傷とかっていうのは、大人になっても結構残るわけじゃないですか。それと一緒で、心に刻まれた深い傷っていうのは絶対に大人になっても残ると思うんですよね。それがもうその人の一生そのものを生きにくくとか困難とかトラウマ的な感じで、すごいハンデっていうか、物理的にいじめ終わったとしても、その不幸がずっと続くってことは容易に考えられることだと思うんですよね。それで僕は何言いたいかっていうと、最悪その深めの傷を負うのであれば、その手前で何とかしなきゃいけないよねってことなんですよね。で、要はいじめっていうのはもう止まんないんだよね。簡単に言うと、いじめられてる側が何らかの行動を起こさない限り、だから万引きと一緒で、万引きを1回だけしてやめる人って多分だけど、あんまりいないと思うの。一回やったら、またする。で、ずっとして、捕まるまでするか、まあ、学校を卒業した段階で、大きな転機が訪れるまでするか、やり続けると思うの。それと一緒で、いじめも、どん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 エスカレートするだろうし、加担する側が増えていくだろうし、で、終わんないと思うんだよね。まあ、いじめてる側っていうのは、まあ、暇だからそうするわけで、やっぱ、そこに楽しさとかを見出してしまう。で、いじめられた側はたまったもんじゃないですよねって話なんですよね。で、とにかく、まあ、逃げるのが一番ですよね。逃げる。で、戦うっていうのもありだと思います。もがく、抗うっていうのもありで、それが、やっても逆効果であれば逃げるしかないよねって思うんですよね。で、そこで、完璧に逃げてしまう、そのコミュニティから、フェードアウトする。だから、要は学校に行かない、不登校になるっていうのは、ちっとも負けじゃないと思うんですよね。まあ、ちょっと厳しい言い方すると、普通の学校生活で、そういう目に遭うっていう時点で、普通の王道の生き方が、学校卒業して、就職活動して、サラリーマンやるみたいな生き方が、合わない人だと思うんだよね。その人には、何らかの、才能とか、個性、センスが備わってるから、いいんだよね、と思うんだよね。で、そこで、そういうさ、荒々しいいじめとかある環境でも、スイスイと生きていける生徒っているじゃないですか。別にね、いじめるわけでもなく、いじめられるわけでもなく、いじめもね、ノータッチみたいな、どっちもノータッチみたいな人は、要は、その感じの人生で、社会人になってね、就活して社会人になってね、スイスイとやれると思うの、っていうスキルが、そのいじめられてる時点でないんだよね。だから、傷を深くする前にエスケープするのが絶対賢明だと思います。で、今の時代余裕なんだよね。学校なんて行かなくてもっていうのを、まず言いたい。親の世代とかはすごいそういうのが行かなきゃダメだとか、もう学校行かなくてよ捨て人みたいになるかもしれないけど、今は全くそんなことなくて、情報をバンバン取れるし、まあ中学校卒業したぐらいの年になったら、ハローワークに行って、そこから職業訓練校とか、
ほぼ無料で受講できるし、まあ、なんならそんなのもせずに適当にバイトとかして、そのままね、社会の海に飛び込んじゃえばいい話なんですよね。まあ、もちろんね、そのいじめられてなんか塞ぎ込んで、ずっとゲーマーとかニートオタクになる可能性もあるんだけど、でもそれっていうのはもう常に怪我してるから、その手前でやっぱなんとかしたいよねって僕は思うんですよね。まあ、最近の分かりやすい事件でいうと、木村花さんが、まあ、ネットいじめみたいな感じで命を絶ってしまいましたよね。で、あれに関して、まあ、一つみんなが言わないことを、まあ、ダウンタウンの松本人志は声を大にして毎回言ってるんだけど、自殺するのはいけないことだからね、めちゃくちゃいけないことっていうのを認識するべきなんだよね。だから極端な話、ニュースでその自殺とかを報道した後に、自殺はやめましょう、いけませんねとか一言添えればいいんだけど、まあ、それ言っちゃなんかいけないっつうか、なんか物議を呼ぶから、まあ、言わないで自殺したしか言わないじゃないですか。で、スピリチュアルの観点からしても、仏教の観点からしても、自殺っていうのは NG 行為なんだよね。っていうのはなんかみんなに分かっていただきたいなと思うんですよね。で、今回僕はもっとこの件に深入りしたいことがあるんですけど、YouTube を見ていて、ものすごいハンデを背負っていても、明るく楽しく前向きにやれてる人って結構いるんですよね。それっていうのは学生時代にいじめられるのもものすごい辛いんだけど、それ以上に、まあ、比べるもんじゃないんだけど、すごい辛い状況の中にハンデを背負いながらも明るく楽しく前向きに生きてる人もいるから、そういう人をなんつうの知ればいじめとか乗り越えられるのかなって、まあ、ある意味思うんですよね。だからまあ要は学生の時とかっていうのはすごい狭い世界で生きてるから、やっぱそれもいけないのかなと思うんですよね。でもまあ僕の学生の時と今の学生の人は、まあね、ネットがあるかないかで全然違うから、まあ、どんだけ情報取れてるのか分かんないんだけど、まあ、そういった意味でこういう人がいるんですよね。ミウさんっていう方で、足は姫にあげたっていう、まあ、YouTube やってるんですよね、そういうチャンネルで。で、この人は足がないんですよね。でもめちゃくちゃ明るく前向きにやってるんですよね。で、足がないのも生まれつきじゃなくて事故に遭って亡くなったんですよね。それでも明るく楽しく生きてる人がいるんですよ。で、俺が思うには、こういう風になっても明るく楽しくいれるんだから、とりあえず10代の時に心に傷を負わなければどうにでもなるよっていうのをなんか分かってほしいなって思うんですよね。で、この人なんですよね。すごい明るく前向きに生きてるんですよね。まあ、僕はこのサムネを見た時にちょっとびっくりしちゃったんですけど、両足を切断した。でもすごい動画上では足がなくなっても全然気にしてないよとか、かわいそうって言われてもなんかなみたいな感じで、明るく前向きに生きてるんですよね。だから不便であることは不幸ではないんですよね。で、逆に言うと、こんだけ文明が進んで便利であることが幸福でもないってことをなんか伝えたいなと思うんですよね。だから結局はその、まあ、心の在り方とかやっぱ思考とかなのかなって思うんですよね。だから、ちょっとうまくね、まとめられないんだけど、いろんな人がいるってことをなんか知れば、まあ、自分よりね、その下の人を見て安心するっていうのもちょっとね、士の交渉の原理みたいな感じでよくないかもしれないけど、でもそれによってね、いじめのその苦悩とかを回避できるのであればいいのかなと思って、今回こういう話をしました。どうもありがとうございました。